皆さんこんにちは、直子です。そして今日はゲストが2人来ています。ゲストです。じゃあ最初にゲストの紹介をしたいと思います。まずケンさん。ケンさんです。こんにちは。こんにちはありがとうございます。はじめまして。そう、ケンさんを知っている人もいるかもしれないんですけど、じゃあ軽くちょっとだけ紹介します。そう、ケンさんはじゃあ何をしている人ですか？何をしている人？そう、日本語を教えている人です。そう、そうです。そう、日本語の先生。そう、日本語の先生です。あのケンさんも YouTube のチャンネルを持っています。はい。そう、名前は何ですか？名前はケンさん、おかえり。Japanese Conversations。 どんなチャンネル？僕は、日本人とか、日本語がすごく上手な、外国人と日本語で会話をする動画、それに字幕を、日本語字幕と英語の字幕をつけて YouTube に、投稿しています。なので日本語を勉強している人向けの動画です、うん、そう、はい。 Just for you only なんだ。 Just for you じゃないか。 Just for you。 そう、日本語を勉強している人はぜひチェックしてみてください。見てみてください。じゃあ後ろにいる人、彼は先輩です。先輩先輩これはニックネーム、ニックネームですね。あの、私の彼氏、彼氏です。おー、うん、そう、ケンさんとは会ったばかりなので、ケンさんについて、うん、そして先輩についていろいろ聞きたいと思います。はい、緊張しますね。緊張します大丈夫、リラックス、リラックス。そう、今日のテーマ、性格。じゃあ最初に、私が初めてケンさんと会った時の印象、印象、第一印象を言いたいと思います。これは恥ずかしいそう、第一印象は優しそう、そして穏やかそう、うん、そう、穏やかで優しい人な感じがしました。なるほどそう、実際どうですか、ケンさんの性格は。まあそういう感じだと思いますけど、うんうん、でもね、自分のことね、自分ではなかなかわからないですよ。うん、そうですね、うん、そう、まあでもよく優しそうだねとか、うん、うん、穏やかそうだねって言われます。うん、そうそう、うん、じゃあ逆にここ、先、あ、ケンさんと先輩、お互いの第一印象はどうでしたか？先輩、そう、じゃあケンさんから先輩を見た時、はい、どんなイメージがありましたか？わあ、この人イケメンだなーって、かっこいいなーって恥ずかしい。おめでとう。そう、髪の毛とか服とかが綺麗にしてるし、うんうん、清潔感があって、うんうん、かっこいいなって。おお、やった。清潔感がある、清潔感がない。そう、だからね、直子さん、あの、いい彼氏をゲットしましたよ。よかったね。恥ずかしい。今、ケンさんが先輩を褒めました。そう、かっこいいとか、イケメンとか、褒めました、うん。恥ずかしい。どうですか？恥ずかしいです。今、先輩は照れています。照れている。じゃあ、逆に、先輩から、ケンさんを見た時の印象は、第一印象はどう？気になる。は、第一印象はとても優しそう、うん、喧嘩が嫌い、そう、うん、あとすごい身長が大きいなっていう。あ、それね、よく言われますそう、ケンさん身長が高いですよね。そうです。何センチですか？180センチです。180、はい、いや、羨ましい、はい、いや、羨ましい羨ましいそっかそっか、そう、身長が高いです。うん、うん、はい、そうですね。じゃあ第一印象、第一印象はこんな感じです。じゃあ最後にまた性格の、性格の話をします。うん、ケンさん
の自分の性格、自分のタイプを一言、短い文で一言で言うとどんな人ですか？なんか私は優しい人ですとか。ですね。難しい質問。まあでも短く説明するなら、優しくて、いろいろな人と友達になりたい。さらに海外の文化が好きな日本人です、いい感じ、いい感じです。めちゃ長かったですね。いや大丈夫です。いいですか？いや難しい、自分のことをこんな人ですって説明するのはやっぱり難しい、ね、難しい。ちょっとなんか仕事の面接みたいな感じ。そう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 、そう大丈夫です、いい感じです、ねえ、はい、じゃあ次は先輩、はい、先輩は自分の性格、自分のタイプってどんなタイプだと思う？自分のタイプは喧嘩が嫌いな、勉強好きな日本人です。おーおー、あー、そうそう、学者ですよ、学者学者言語のことが好きです。言語が好きな人ですね、そうそう。どうしようかな、直子さんは私自分のことを、はい、自分のタイプ、自分の、はい、タイプ、うーん、一言で表すと、え、なんだろう、何ですか？難しい。ちょっと考えてなかったんですけど、私はなんだろう、マイペースかな。おー、マイペースな人、自分のペースで何かをする人。頑固だと思います。へえ、頑固な人です、うん、確かに頑固な人、他の人が何か言ってもなかなか意見や態度を変えない人。じゃあ、まあ、今日は、まあ、初めましての挨拶と、あと、まあ、性格の話、そして第一印象の話をしました、うんうん、皆さんの自分の性格はどう表現しますか？優しい人ですか？それとも怖い人とか。怖い人、怖い人なんか怖いタイプ、穏やかな人とか、マイペースとか、まあ、いろんな言葉があるけど、そうですね、自分の性格、自分のタイプはどんな人ですか？ぜひ教えてください。気になりますね。気になります。どんな人が、ね、この動画を見てるのか、ね、だから皆さん、あの、自分の性格をコメント欄に書いてみてください。はい、ぜひお願いします。じゃあ今日も最後まで見てくれて本当にありがとう。問題。太郎くんは A. 照れています。B.褒めています。正解は A の照れています。お疲れ様でした。またねー。